者さんからまたまた Amazon 経由でプレゼントが届きました。これなんかねちょっとね軽い今回は。これせっかくねもらったんで開けてみようと思います。これ外から見たら何かわかんないんで Amazon としか書いてないからね。なんだろうね。男の子クマ黒カレーこれ超うまいんだよ。男の黒カレーやったありがとう。でも名前がわかんないどこの誰かわかんないけどおそらく視聴者の誰か男の悟空馬黒カレーを送ってくれた人ありがとう。俺もう美味しく食べる。こんなのね5個入ってるけど俺瞬殺だよ。一気にこんなのもう2回ぐらいで食っちゃうね俺は。レトルトカレーは俺一食一箱で済まないからね。2箱は絶対食うから最低で腹減ってる時は3箱食うでしょ。でもこんなのもう2回食ったら終わりだよ。これ超うまいんだよね。ありがとう嬉しい。やったわーいわーいやったーイエーイ。視聴者さんからアマゾンのプレゼントをくれるシステム質問があったんだけど欲しいものリストに例えばじゃあこのカレーがあったら見た人が例えばみんなこのカレーを送ってきたらカレーばっかり送られることになるじゃんっていう質問があったの。でもそこはアマゾンよくできてますよ。一回欲しいものリストから送られた商品はそのリストから消えるようになってんのね。だからたくさんの人から同じ商品が被って送られるってことはないようになってんの。すごくねこのシステムよく考えられてるよね。俺も自分の欲しいものリストをバーっていろいろ書いてんだけど細かいものは何を書いたか覚えてないんでこのカレーもね俺忘れてた。だから嬉しい。これ食う美味しく食べるありがとう。視聴者の誰か俺には誰か分かんない住所も名前も分かんないけどカレーの人カレーの人カレーさんありがとう。カレーさん男の悟空マークのカレーを送ってくれた人これはねマカが入ってるからね。マカが性欲が増長されると言われてる食ったらエロくなるカレーだからね。まあこのマカっつうのはあれだよな精力剤性欲が増幅してボコチンがギギになるっつと言われてるだけ。これを5個食ってもう超エロくなる。俺もうエロエロになる。もうエロエロに視聴者からプレゼントもらったよでした。嬉しい。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。